大野里氏、25年春、引退ライブ開催。報道同時期にテレビで流れた宮古島オーナーバーの内部。心は南国か11月3日。2020年末から活動休止中の嵐はデビュー25周年を迎える。しかし、メンバーの松本四41、が10月31日から11月2日まで舞台、肖像画関係のイギリス。ロンドン公演に出演すること、28日には現地入りしたことが現代美術家。 井田交渉三34の X で明らかになっているから25周年記念日の再集結は現実的ではないと言われている。その一方で女性自身公文社10月29日発売後は芸能活動休止中のリーダー大野里氏43に関する記事を大野里氏来春開催へ再始動嵐引退ライブを一夜限りドームでという見出しを打って2ページで掲載。ファンの間で衝撃が走っている。 これまで大野さんは、個人として芸能活動を再開させる気はなく、嵐の単発でのライブに出演し、ちゃんとファンに感謝の気持ちを伝えてから人生を次のステージに進めたいと考えている、と報じられていました。今回の女性自身の記事では、一夜限りのライブを早くて来年の春、東京ドームで開催するのではないか。さらにメンバーは、大野がライブを完遂すれば、引退の考えも変わるのではと期待している、そう報じられていますね。 ワイドショー関係者。結果的に活動休止に止まっている大野だが、当初は、脱退して仕事自体を辞めたい、芸能界からの引退を主張していたことを、松本が22年1月放送の中井雅宏の金曜日のスマイルたちへ、TBSK で公言している。活動休止前、大野さんは心身ともにボロボロで、周囲の誰もがさすがに休まないと、と感じるギリギリの状態で活動していたと言われています。 そのため、20年末に芸能活動を休止してから、完全に芸能界からは距離を置いていた。メンバーが25周年に向けて復活ライブを提案するも、大野さんが首を縦に振らなかったという報道もありましたよね。全道今回の報道を受けて。公式発表あるまで信じたくないけど、本当ならショックすぎる。5人で嵐なのに。来年で引退ライブって噂、噂にしか過ぎないけど。 本当なのかな点々点々事実だとしたら嵐。そして、大野くん推しだから悲しい点々点々。嵐本人たちから発表あるまで信じない。信じたくない。一夜限りって嵐のファンドレだけいると思ってるのさ。倍率クソやばいよ。それに嵐の会社、株式会社嵐、作ってすぐに引退はないだろ。4年も FC 会費払って待ち望んでたのに。といった、ショックの声が多く寄せられている。